の担当はじめあゆるです。あゆる赤色の担当田中れいなです。れいなピンクの担当野田恵里香です。恵里香白色の担当大神彩です。彩ちゃんせーのあなたの初恋私にください。私たち片栗粉伝説です。よろしくお願いします。というか、食べるエリアで何人か食べてるのか、ねえ私たちまだなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。ね、早く食べたい食べたいと、ね、お腹が空きましたからね。ね、本当になんかさ、トンビが、トンビ？カカ？カカ？トビ？トンビじゃない？がさ、いるらしいからさ、ですですね、みんな食べられちゃう、ね、危ないね。なんか取られるらしいからね。ということでね、皆さんまだまだ、ね、お腹いっぱいラーメンもね、この後もたくさん食べてくださいということで、はい、じゃあ告知をねしていこうかなと思います。はい、私たち片栗粉伝説はですね、明日ラストライブがございます。4月の28日日曜日、明日ですね、秋葉原のパームスでラストライブがありますのでね、ちょっとここから遠いかもしれないんですけど、ぜひぜひ来れる皆さんお待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。オリジナル曲がサブスクで聴けるようになっています。皆さんがいつも使っている音楽アプリでカタカナで片栗粉伝説と調べて、ぜひ聴いてみてください。お願いします。お願いします。ではまだまだ最後まで一緒に楽しんでいきましょう。はい、それでは聴いてください。ゲットオーバー。皆さんまだまだ一緒に盛り上がっていきましょう。
たちはですね、トッピングガールズのライブが終わった後にここにずらっと並びまして、無料の配達会を行います。誰でも参加ができちゃいます。はい、そしてその後チェキ会を行うのですが、そこで初めて見たよって方はチェキが一応無料で取れますので、ぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。一緒に楽しんでください。ありがとうございました。以上、私たち片栗粉伝説でした。